中国政府は飼育して食べてもいい動物のリストを発表しました市民の意見を募り来月正式決定します新型コロナウイルスが武漢の市場で売られていた野生動物から広がったとされる中中国政府は野生動物を食べることを禁止する一方飼育して食用にすることが可能な動物を発表しました食べたり 皮や毛を製品に利用できる動物のリストには、牛や豚、羊、馬などのほか、うさぎやアルパカ、ダチョウなど27種類が並んでいます。皮や毛の利用のみが可能なのは、ミンクやタヌキなど4種類です。ただし、リストにあっても野生の場合は食べることは禁止です。中国南部などで食用にされている犬は、 国際的に家畜や課金ではないとして入っていません。